ングか。緊張するな。僕のどんなことから話せばいいですか？わかりました。この間16歳になったばかりの高校生です。ってああ、アイドルはあんまり年とかペラペラ喋っちゃいけませんか？それもそっか。プロデューサーには何でもバレバレってことですね。はい。って言ってもまだ見られたもんじゃないですけど、取り柄は体力だけで、いつかもっと上手くなってテレビの歌番組や大きなステージで華麗に踊りたいよな。そうです。誰もが抱く憧れってやつです。よし、これから頑張ってたくさんの男の子に騒がれる存在になるぞ。え、それってどういう意味です？微妙な気分。言ってることはわかりますけど、できれば可愛さで勝負したいな。どうして男のファンだけを狙っちゃいけないんです？うわあ、そんなところまで考えてるなんて。プロデューサーってすごい職業なんですね。はい、わかりました。僕は僕のできることで頑張ります。初日から遅くまでご苦労だったな。一日の最後には私が毎回アイドルランクを報告するぞ。アイドルランクとはファンの数で決まる。いわば君たちの活動の証だ。では君たちのアイドルランク報告だ。テレビに出るまでは素人とは何ら違わない。活動3週目にテレビ出演を果たしたまえ。そしてまずはランク F アイドルを目指すのだ。今日はお疲れ様でした。少しは僕のことを分かってくれましたか？はい、僕を教わったことを復習しておきます。それじゃあまた次に。たまにジョギングして帰ることにしてるんです。それで今は軽くストレッチを。いいですよね。あ、そうだ、プロデューサーも一緒にどうですね、ジョギング。本当ですか？やり。だって女の子としては夜道を一人で帰るのってちょっと怖いじゃないですか。見ただけだと何ですか？なんだか怪しいな。まあとにかく今日はプロデューサーが一緒だから安心です。ョギングだからスピードはゆっくりですよ。その代わり距離は結構走るんです。何を弱気なこと言ってるんです。ほら行きましょうプロデューサー。沖縄の言葉でなんとかなるよって意味。うわっ、そんなことよりそこの青年。うちのハムゾン見なかった？うっかりカゴを開けっぱなしにしといたら脱走しちゃって、もう3時間も探してるんだよ。あいつ前に自分が餌を横取りしたことを根に持っててさ。でも仕方なかったんだ。ハムゾウがあんまり美味しそうに食べてたからつい。うわっ、ハムゾウ！確かにうちのハムゾウだよ。うわー、一生懸命探してよかったよ。ごめんねハムゾウ。迷子になって怖かった？もうどこにも行っちゃダメだぞ。じゃあハムゾウも見つかったし、自分帰りまーすって。ありがとね。探しましたよ。すみません、僕だけ自分のペースでどんどん先に行っちゃって、気がついたらプロデューサーの姿が見えないから焦っちゃいましたよ。だって心配じゃないですか。ところでさっき誰かと話してませんでした？もしかしてナンパでもしてたんですか？心配して戻ってくるんじゃなかったな。そうだったんですか。プロデューサーいいとこありますね。才能？どうしたんですプロデューサー。明日からじゃなくて今日からですよ。さあジョギングの続きに行きましょう。もちろんペースが速いなら速いって言ってくださいね。僕が合わせますから。僕今日プロデューサーに選んでもらえたことがすごく嬉しくて興奮してるんです。うずうずしてどうしても体を動かしたい気分なんですよ。